合ってるどれが本物か分かりませんね。マスクマシコは一体何者なんでしょうか。今から4ヶ月前初来日を果たした彼は私たちの目の前でマジックのトリックを次々と暴露しました。無論トリックの暴かれたマジックは二度と上演することはできません。そして今回もまた彼は世界中で行われている様々なマジックのそのトリックを暴露し始めたのです。さらにそのマジックは市販の暴露本に掲載されているような輪ゴムや割り箸を使った子供騙しのマジックではないと彼は言います。では本物のトリック。中堅ハチ公をじっと見つめマジックのアイデアを練るマスクマジシャン。突然の侵入者に驚くワコードたちの好奇の目を背にしながら次に向かったのは憧れだったこのお店。ボディーガードが素早く入り口を囲み警戒態勢の、その中はなんと回転寿司。日本最高の食文化と絶賛するマスクマジシャン。しかしマスクをしたままで一体どうやって食べるんだ。店の外は野獣まで黒山の人だかり。満場の注目の中好物の